埼玉県立循環器呼吸器病センターは埼玉県熊谷市にある医療機関。埼玉県病院事業の設置等に関する条例に基づき埼玉県が設置運営する県立病院として設立され2021年4月に地方独立行政法人埼玉県立病院機構による運営に移行した。県内に4カ所ある 疾患別の医療センターの一つ、旧埼玉県立小原療養所。病院の業務は、主として循環系及び呼吸系の疾病に関し、必要な医療の提供である。結核療養所であった埼玉県立小原療養所を改組し、1994年4月、心臓疾患、大血管疾患、脳血管疾患など循環器系疾患患者数の増加に対応するため、 高度で専門的な医療設備と技術を備えた埼玉県立小原循環器病センターとして発足。1998年4月に肺がん等の呼吸器系難治疾患への対応強化のため呼吸器部門の充実を図り現在の名称に変更している。2017年3月には新幹胸を建設し呼吸器系疾患の病棟及び外来診察室、手術室や ICU も移転した。また、新館胸には緩和ケア病棟や外来化学療法室も新設し、医療機能が拡充されている。また、本館胸から新館胸へ移転した手術室等の移転後のスペースを利用して、2017年9月に旧がゆとりある広さに再整備された。2018年3月、本館胸に人工透析室を新たに設置するなど、 さらなる充実が図られ、埼玉県北部を中心とした地域の医療の高度化に大きく寄与することが期待されている。カキバスはいずれも敷地内本館前のロータリーに乗り入れる。ありがとうございます。